合法的に水着のお姉さんを眺める、そんな方法を思いついたんですよ。まず、砂浜に行きます。そして顔だけ出した状態の砂風呂を作り出し、お姉さんを眺める。ねえねえ最高だよね、天才。ねえ、あのさ、最近私の出番多くない？いやー、単発はアテネの担当でいいかなって、団長の思いで譲ってあげてんだぜ。アベルの気持ちを踏みにじる気なのかやで？別に頼んでないけどなぁ。それで、今回は何をするの？うむ今回の企画は、って機会をアテネさすがにその距離だと、アベルさんのベリーホットキッスが炸裂しちまうぜ。キモ。とりあえず、外に出てください。はーい。外に出てきたけど。ほらほらその目の前にあるラッマ。え、なにこれ、キラキラした状態で止まってだれ？おまおまお前はまさか。じゃあ、襲いかかってきたやで、じゃあ。こいつはクラフターの金品目当てで襲ってくるジョーカーだ。いやいや私金品なんて持ってないんですけど、どこ行きやがった。まあまあアテネさん、本題に戻りましょう。ああ、そうだったわね。それで、このキラキラしたラマは何なの？これはトーテムっすね。トーテム？そのラマを右クリックしてみてください。右クリック。トーテムになったよ。こちらの世界、すべてのモブがトーテムになるのだよ。そして各々が特殊スキルを持っている。ほんとだ、ラマの唾が吐ける。アテネが唾吐いてるやで汚いやで。視聴者にとってはご褒美なので放っておくことにしよう。私じゃなくてラマだからね。でもこれを使えばさっきのやつも、いい感じに攻撃できる。でもラマの唾って攻撃力低かったような。あら意外と強い。悪くないわねこれ。他のトーテムも探してみるやで。うむ、多分近くにトーテム転がってると思う。そんな感じなんだ。あれ、そこにいるのって村人のトーテムだ。村長、そんなお姿になられてしまって、これで実投手は俺のもの。絶対村長をトーテムにした人間の発言やで。これはどういう能力なの？村人は、近くにあるエメラルドを交易品に変えてくれる能力だね。ぶっちゃけ微妙。エメラルド近くにない？あ、そこの馬小屋にいるトーテムは、馬のトーテムやで。今にも動き出しそうな見た目だ。確かに、クオリティ高いよね。これって元は言ってたんじゃ。アテネ、それ以上はいけない。ああ。わあ、スピードとジャンプ力が上がってる。これはかなり便利なトーテムじゃないか？当たりトーテムやで。これで一気に移動が楽になったね。あら、そこで固まってるのは。ただ、青空の向こうを眺めてただけなのに、こんな姿に。じゃあ豚さんのトーテムいただくね。あんまり強そうじゃないけど。わかる、豚だからな。お前たち失礼やで。なんか豚が回転しだしたよ。こいつの能力はリングオブピック。豚を身にまとうことで矛にも盾にもなるのだ。何よそれ、普通に使い勝手のいい能力じゃない？まあ、攻撃力は低いんですけど。確かに攻撃力低い。倒すまでに時間がかかる。やっぱり豚は微妙だね。結局その結論になるんやで。絵面としては面白いんだけどな。ジョーカーさん、そろそろ倒れてくれません？最後は落下し、実に豚らしいとどめだったわね。豚に真珠、ならぬ豚にアテネって感じだね。ああ、ぶひなんとなく予想はしてたけど、やっぱりあったゴーレムのトーテム。こんなの絶対強いですやん。まあたお前は、ゴーレムさん村の治安を守ってくれませんか？多分、村人には危害を加えないんだろうね。ふーん。一撃必殺ぐらいの強さあってほしいな。ちょっと動きが鈍くなってないか？アイアンゴーレムの力を得る代わりに、動きが鈍くなっちゃうね。まあでも、耐性もついてるのね。ごめんなさい今のはアベルの指示だあれ？ねえ、さりげなく僕を売るのやめてもらえます？そして試す対象がゴーレムってのが最高にアテネだな。ゴーレムだとダメージがわかりづらいな。あの金品泥棒はどこ？すごく殺意が伝わってくるやで。ジョーカーさんがカカシ代わりにされちまうよ。え、このトーテムって？めめ、どうしてこんな姿に？いやワイはここにいるやつだー。トーテムからお化け出てきたー。何よ何よなんでなの？めめあんたの仕業？待ってくれやでワイは本当に何も知らないんやで。しかもアテネ、こいつツバが効いてないよ。アテネのツバに顔色一つ変えねえとは。だから私のツバじゃねえよ。お、ゴーレムは効果があるみたい。すっごい高い高いされちゃってる。幽霊だからこそ、高い高いは新鮮だろうな。きっと幽霊人生で初やで。なんだったのよこいつ。しかも雨降ってきたしさ。今の幽霊の、波だってところですかね。はい。鶏のトーテムゲーっと。こちらのトーテムはですね、右クリックで卵を連成できます。あ、生まれた。待って今一つの卵から2匹生まれたよ。生命の誕生の瞬間やで。あとは浮遊の効果がつくって感じ。あ、もう卵はいいの？うん、もう飽きちゃった。命の冒涜やで。責任を持って育てる義務がアテネにはあるんやで。熱くなってるところ申し訳ないんですけどメメさん。あ、はい。尺の都合上、これ以上鶏に時間をかけられないんですよ。あ、ごめんなさい。おいやでを忘れるな。この上にネザーゲートが見えたから、登ってるんだけど。
なんか、おかしくない？やっぱりそうだよね。明らかに雰囲気が変わったやで。引き返した方がいい？いやいや、じおーっと雰囲気が暗くなっただけよ。ほら綺麗な青空が。真っ赤に染まっちゃってるよ。はぁ、嫌だなぁ。まあでも、作り込みはすごいわね。かなり手残ったネザーゲート、ストレイ親子が出迎えてくれてるね。あれ、そこに捕まってるのって、ピグリンが閉じ込められてるやで。装飾の一部になってる。なかなかの建築センスとお見受けする。アベルさんに匹敵するレベルじゃないか？ずうずうしいなお前。まあ、ありがたく頂戴させていただこう。それでピグリンの能力は、村人と同じで、金を交易品に変える能力っすね。くっそ無能か。怖いやでー。あらそこにいるのは、わあ、かわいい蜂のトーテムだ。やっぱりこれさ、スポーンした時、一定確率でトーテムになるっぽいね。じゃあ、蜜を取ろうとして。だから何？トーテムになる運命だった。ただそれだけのことでしょ？間違いねえっす姉さん。姉さんって言うな。それで蜂の能力は、なるほど、毒を与えるのね。毒って、ウィザー状態と違って死なないからな。攻撃手段としてはちょいと弱め？その弱ったところをラマで仕留める。まあ、面倒だけど悪くないね。蜂とラマの連携技やで。おっぽ商人さん、あんたまで。これは村人とは別物。なに。ラマが召喚されたやで。行商人の能力、ラマを2体召喚する。だからなに、商人のラマだからって特別な力はないよね。それは、どうだろうね。なによ、含みのある言い方して。それより当てね、商人のラマとオテムもあったよ。これって普通のラマと別枠なの？村人と同じで能力は違うんやで。あーもうまたお前かよ。一定確率でスポーンするみたいだね。ほーら、違いがわかる？あれ、このスバ、普通のよりもキラキラしてる。いや汚いことに変わりないけど。でもちゃんと能力に違いはあるからね。違いって言っても、キラキラしたスバからエメラルドが出てきたやでー。どうよ、最高のスバだとは思わない？スバじゃなければ最高だった。スバエメラルドダメかー。なんかすごい猛攻撃始めたよ。お、気づいちゃいました？2匹のラマの、勇敢な戦いっぷりに。護衛として最高の2匹じゃないか？確かに護衛としては優秀ね。ツバじゃ、なければ。アテネも吐いてアシュラスタイルでツバ攻撃したら？絵面として最悪だよ。水中生物もトーテムになってる。こいつはイカしたトーテムだね。イカ、だけに。は？もう一回言ってほしいやで。イカ、だけに。マジしょうもねー。それで、イカの能力は、おぉ、炭攻撃か。それとプラスで水中呼吸、結構悪くないっしょ？炭の使いどころがな。いやイカじゃなくてドラウンドとかに使ってみ。ドラウンドに。すごい、ちゃんと盲目状態になるんだ。しっかりと見失ってるやで。海底神殿とかで本領発揮しそうだよね。確かに、ガーディアンに有効か。これは、まさかの地底の宝としてドラウンドが沈んでたとは、金銀財宝枠ですよね。まあ、売りさばけば結構な額になるだろうね。海賊が求めるお宝ってやつやで。そんな額よりも大切なのは能力。またお前か。タイミングよくイカスミがクリティカルヒーと。能力はトライデント？でも幽霊には効いてないやで。幽霊っつうのは現世とは切り離された存在。つまりこの世界の物質には効果がないってわけだ。でもそれなら、剣が当たるのもおかしな話じゃない？それにはどう説明つけてくれるの？アテネから直接伝わる力。つまりアテネという恐ろしい存在が幽霊から恐れられてる。アテネはお化けキラーってことやで。嬉しくないな、その肩書き。やっと地上のモンスタートーテム来た。スポンジにトーテムになってるってことは、夜で歩けばトーテム見つけ放題。そんなわけでスケさんトーテムゲット。能力はやっぱり弓の射出に決まってるよな。アベル、その女誰やで。弓？ごめんね、ごじっただけだからさ。マジでアテネを不安にさせる気は一切なくて。一切不安になってないよ。ですよねー。それで、驚くほど低い射撃精度について。うるさいわね。こいつがテレポートで移動するから当たらないだけよ。これならトライデントの方が良くないか？実際そう。エンダーマントーテムゲット。こいつはレアリティの高い激レアトーテムじゃねえか。そうなの？テレポートした。痛い。ここもしっかりと受け継がれてるみたいやで。これがあれば馬トーテムも必要ないね。そっか、移動手段はこれでいいのか。クリーパー。探したぜ。マイクラのマスコットといえばこいつだよな。やっぱりこのトーテムは誰もが気になるやつ。まあ、能力は想像通りだろうけど。ねえ。聞き慣れたキリキリ音やで。来るぜ。ドカーン、痛い。能力は爆発。このトーテムを持ってる間は外部からの爆破攻撃も無効に。もうクリーパーなんて怖くないんだから。
そんなわけでネザーに到着です。もちろんお目当てのトーテムは決まってる。出たな、ガスト。でもそうそう簡単に手に入るのかやで。まあ、確率で言ったらエンダーマンぐらい、結構時間はかかるだろうね。そこは神様アベル様次第、俺の豪運に期待しときな。ちょっと要塞運があるだけで調子乗らないで、今回はその要塞運もなさそうだし。あれ？おいおいあれってまさか。ガストのトーテムやでー。マジで？だから言ったでしょ、豪運アベルに任せろってさ。感謝の言葉は？いや、今回のプレイヤーは私なんだから、幸運なのは私の方ぜ。まさしくその通りやで、正論やで。ジェモだ、ジェ。それでこの能力は、なるほど、ファイアボールを飛ばせるのね。動くんじゃねえよ、豆腐野郎。アテネさんお口が悪いですわよ。あらやだ、ごめんなさいね。それじゃあ、このトーテムたちを駆使して、エンドラ討伐といきますか。使いやすいトーテムは4つぐらいに絞った感じだね。一番の推しトーテムは何やで？そうだな。移動ではエンダーマン、攻撃ではガストかな。あれ、ドラウンドを差し置いてのガスト？思ったより威力高いのよね。てかエンドラもトーテムになってない？ああ、ボス類はトーテムの状態で、倒すことでトーテムをドロップするって仕組みだね。ほへー。お、下に降りてきてる。ガストのガンガンを打ち込むチャンスやで。いいよいいよ、ゴリゴリ削れてんよ。トライデントよりも連射できる強みがあるね。そして浮遊効果もつく。これならエンドラに吹っ飛ばされても安心でしょ？エンドラ特化のトーテムってわけだ。てか、統合版だとディレイなしで下に降りてくるんだね。ああ、ジャバ版だとゆっくり回転しながらだからね。ストレスフリーで最高やん。完璧にテレポートも使いこなしてるやで。この二つのトーテムがあればエンドラなんて余裕。あんたなんて怖くないのよ。いっけー。ふふ、どんな問題？トーテムだけでエンドラ討伐に成功。剣なんて必要ない時代だ。言ってしまえば魔法みたいなもんじゃないか？確かに、トーテムはスクロール書の代わり。あ、これが？うむ、天から舞い降りしエンドラのトーテムだね。えへへ、早く能力確かめたい。どんな最強能力なのよ。あのエンダードラゴンさんのトーテムですからね。天地をひっくり返す力があっておかしくねー。ほへー。これが、天地をひっくり返す能力？だ、試しにジョーカーに使って。刺激？さすがエンドラさん強さは本物みてぇだ。遠距離攻撃で使い勝手もいいし。あれ？一撃？ああ、さっきのは弱ってただけか。まあ強いってのに間違いないね。十分すぎる能力やで。うんうん、いいわねこれ。と、言ったところな感じのところで、のし、